あれは何だ。普通じゃないオーラ放ってんだけど。あいつは前にも、どうやら食後のティータイムって雰囲気じゃなさそうだな。どうすんだよユーゴ。こいつは今までで一番の上物だ。逃す手はねえだろうよ。いけるな。この先に俺たちの未来がある。たどり着くぞ。俺とお前とみんなで。Yes, これで。
あれがフェンリル本部。確認できました。フェンリル本部までのルート確立、地下プラントも健在かと思われます。作戦成功です。たどり着いた。作戦成功。やっと終わった。とりあえず休みて。オーナーおめでとう。また忙しくなりそうだな。ありがとうリカルド。本当にお疲れ様。みんなついにフェンリル本部までの航路は開けたわ。あなたたちは一度帰ってきなさい。ああ、でもその前にちょっと一休みさせてくれ。
今回ばかりはさすがにくたびれた。怪奇シュアラガミに食べられても知らないわよ。バカ言え。俺らは怪奇種で飯食ってんだ。皆さん、各キャラバンから作戦成功への祝電が届いています。すごい数です。見返してやったな、俺たちをバカにしてた奴らを。ああ、俺たちは自由を勝ち取った。ここから始まるんだ、俺たちの明日が。こいつらも喜んでくれるかな。これでみんなともお別れだね。帰るのか。次の任務が待ってるから。でもまたみんなに会いに行く。ああ、いつでも待ってる。みんな嬉しい？ならフィルも嬉しい。嬉しいから抱っこ。さあ行くか。ガキどもが港で待ってる。帰るぞお前ら。フェンリル本部奪還作戦は成功とともに幕を下ろした。その夜、彼らは自らの力で手繰り寄せた勝利の喜びに浸りながらまばゆい朝を迎えた。グレイプニルはフェンリル本部を新たなる拠点とし、人類の復権を高らかに宣言。イルダ・エンリケスはその活躍の見返りに莫大な報酬を得て自らの港へ帰還。キャラバンに属していたエイジたちもまた手に入れた報酬を元手に新たな道を歩み始めた。彼らはエイジとして初めて己が思うままに生きる権利と力を手に入れたのだ。それから1ヶ月が経過した。